ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が12日、13日から始まるナ・リーグ優勝決定シリーズの前日会見に臨んだ。パドレスとの第5戦で勝利に貢献した山本の今後について問われた指揮官は、山本は他の先発投手と違って、いつものルーティンとなる。中4日のような短い休息で投げることはない。彼はいつも通りのスケジュールとなると思う。吉はしばらく5回を投げていなかった。さらにポストシーズンの激しい投球を重ね、彼の後ろには素晴らしい中継ぎ投手がいた。これらすべてが私の決断早期交代の要因となった。しかし、今後、彼はその条件を満たそうとする。彼がこれまでと同じように投げ続けるなら、私は間違いなく彼をもっと長く投げさせると今後は投球の制限を外す考えを示した。昨日の試合、山本は60球を目安だったんだな。あと1、2回投げてもいいのではないかと思ったが、あのまま投げ続けて次の回にホームラン打たれて同点または逆転されていたかもしれないし、結果的にロバーツ監督の采配がうまくできた。7戦シリーズは短いようで長い。ローテーションの関係で山本を中5日で1回しか投げさせられないのは痛い。まあ、結果論になるけど昨日の5回までというのがゲーム前からの決め事だとすれば、それが吉野にハマったのかもしれない。この先10年はやってもらわないといけない投手。今後いくらでもチャンスあるし1年目の怪我明けで無理させてリスクを負う必要はない。昨日は本当にナイスピッチングだった。あと1イニングくらいはいけそうだったな。次回登板も期待してる。昨日は確か4回をめどに、との話だったが順調だったから5回も行かせた、って感じだったな。しかしやはり2度はしくじらない。さすがである。吉野部、もう大丈夫や。スミス、なるべく多くの球種を混ぜたリードで頼むぞ。中4日でローテしたらまた故障する。今季は中6日でもいいくらい。